静かなる防衛の時間です。蒸気式カタパルトと電磁式ではどう違う？トランプ大統領の発言で一気に吹き出した電磁式の欠点とは？この間、日本に来日したトランプ大統領、国賓として天皇と夕食、護衛官課が安倍総理との演説、ワスプ強襲揚陸艦に滞在、演説を行いました。その時に隊員たちに聞いたと言われる電磁式と蒸気式とではカタパルトはどう違うのか、どう運用しするのか。今フォード級電磁式カタパルトになっています。メニッツ級が蒸気式、電磁式カタパルトはデータを取らないといけない。そのデータ取りに時間がかかっています。自動で開発してくれる、自動で発信してくれる夢の電磁式カタパルトですが、やはり時間が、データ取りに時間がかかるようです。蒸気式では大体の目安、今までの運用が行われ、データはあります。しかしこの蒸気式カタパルトのデメリットは、機体に無理がかかる、またこの蒸気の調整がうまくいってないと機体が海に落ちるなんて話もあります。今では そんなことはありません。蒸気式では94メートルを一気に加速、296キロまで加速します。ものすごい加速によるパイロットは衝撃が大きいでしょう。電磁式も蒸気式と同じスピードは出ると思います。しかしフォードのうまくいってないのは、カタパルトがまだ F-35C のデータ取りができていません。 F-18 戦闘機は
ほぼ完了したみたいです。しかし高価な F35C に限ってはまだ全くとのことで、近未来のステルス原子力空母となるはずだった R フォードは現在ドックにで調整中となっています。フォード級とミニッツ級では建造金額も2倍かかり、まだまだ改良の余地はあります。トランプ大統領は隊員の話を聞き、蒸気式がいいのではと考え、ツイッターでつぶやいています。ですが蒸気式カタパルトは人と経験人材が重要になってきます。蒸気式の カタパルト担当の隊員たちは日々忙しく走り回り、調整する計算にも慎重になっています。電磁式だとその人員も減らせる、計算も自動、将来的にはやはり必要となってきます。今ここでフォード級3番艦まで建造をしています。今後フォード級にどんな変化がつけられるか未定なところです。フォード級も夢の原子力空母として建造されていますが、まだまだの状態です。ハイテクに頼る部分はいいんですが、やはり人に頼る部分も必要になってきます。ワスプ強襲揚陸艦に F-35B ストプル戦闘機を艦載して運用しても、やはり射出時間に戸惑ってしまいます。原子力空母だと射出時間は短く、有事の際速やかに作戦が展開されます。大規模な
作戦任務の時はやはり原子力空母が必要になるでしょう。原子力のメリットはやはり電力が確保できる、エネルギーが長期にわたり確保できるという点です。化石燃料に頼っているようでは補給管に負担がかかってしまいます。潜水艦もやはり原子力潜水艦となります。打撃群での展開は原子力空母、原子力潜水艦がセットとなり、常に任務を今後トランプ大統領の発言で電磁式か蒸気式かカタパルトの行方が変わってくるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。